一郎君。立憲民主党、国民民主党、そして社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの会派に所属をしております、玄葉光一郎です。今日は主に、切羽詰まった目の前の問題について取り上げたいと思いますけれども、その前に冒頭ですね、少し先を見据えた問題を問いたいというふうに思います。それは世界保健機関 WHO に対するですね、米国の資金拠出の凍結の問題でございます。この WHO 世界保健機関の初動、あるいは台湾への態度等々、私自身も大変問題だなと思うところがございます。ただ、そういった検証は、一旦ですね、この新型コロナのウイルスの感染について、収まってからですね、しっかり検証すべきであって、今は日本もアメリカも、むしろ WHO の機能、大変大事なので、この世界保健機関に対する影響力を強めるべき時だというふうに思います。もちろん日本はそう思っているというふうに思いますけれど、肝心のですね、圧倒的に拠出割合がナンバーワンのアメリカが資金拠出を凍結をしているわけでありますから、これは同盟国として安倍総理の私は大事な役割、外交的役割だと思っておりますが、トランプ大統領に電話会談でもしてですね、この問題しっかり解いた方が良いのではないか、逆効果だぞということを言うべきじゃないかと思いますが、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣。先般、G7 のテレビ会議があったところでございますが、トランプ大統領も参加をしておられました。そこで、WHO についてのですね、議論になりました。トランプ大統領も持論を展開をされたのでございますが、私からはですね、今回のような世界に甚大な影響を与える感染症に対しては、WHO を中心に国際社会が一致して対応すべきであると、まさに危機管理の状況においてはですね、一致して対応すべきであると、こう申し上げたところでございます。そしてその上においてですね、今後、同様の事態に備えるためにも、WHO の機能については、今回の事態が収束した後に、十分な検証が行われるべきだということを述べたところでございまして、基本的な考え方としては、外務大臣を務めておられた玄葉委員と同じでございます。今、この危機にあってはですね、まさに WHO を中心に対応していかなければいけませんし、まさに H を結集していくということも求められているということでありまして、この今、WHO の能力をですね、削減するようなことは控えるべきであろうと、こう思うところであります。もちろん、台湾の問題等ですね、我々政治的、政治性の問題については、テドロス委員長にも私、申し上げてきたところでございますし、言うべきことはたくさんあるのでございますが、また検証も行うべきだろうと思っておりますが、今はですね、結束すべきだろうと、こう考えているところでございまして、この考え方につきましては、もうすでに、こうした会議等を通じて、トランプ大統領にも伝えているところでございます。委員長。玄葉光一郎。これは本当に大事だと思うんです。アフリカとか中東にこれから拡大して、日本や米国が何とか止めたと思っても、そこからまた第2波第3波と襲ってくるリスクが小さくないと思うんですね。そして中国はご承知の通り外交攻勢をかけているというところがありますので、やはりこれはですね、G7 の会議全般で、トランプ大統領にも言ったということではなくて、むしろ二国間の電話会談でトランプ大統領に伝えるべきくらいの大事な問題だと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。WHO に対してはですね、いわば世界で今は WHO をしっかり支えていくべきだということについて申し上げたところでございますが、その上で各国がそれぞれの判断をするところであろうと思います。日本においてはですね、米国は同盟国ではありますが、日本の WHO に対する姿勢は先ほど述べたとおりでありまして、今はしっかりと、この西太平洋地域の
責任者は日本から行っている方でもございます。しっかりとですね、連携をしながら、さらに支えていきたいと思っております。現場光一郎君。次にですね、世界経済と日本経済の現状認識を問いたいと思います。IMF が今月の中旬ですか、世界経済見通しを発表したところであります。ご承知のとおり、2020年は世界大恐慌以来の最悪の景気後退を経験する可能性が非常に高いという予想であります。マイナス 3% だと。リーマンの時がマイナス確か 0.1 だったので、いかに大きなショックかということかと思いますけれど、この IMF の見通しが出る中で、どの程度のインパクトをもって安倍総理はこの世界経済、日本経済の現状をご覧になっているのか、お聞かせください。安倍内閣総理大臣。今回のインパクトは、相当強い影響を経済に与えているわけでございますが、これはリーマンショック、例えばリーマンショックの時には、いわば金融のですね、この収縮があったわけでございますが、今回はまさに政府がですね、あの時にはむしろこの金融に信用を与え、そして消費を促しという政策を取れたんですが、今、逆に各国の政府がですね、行動を制限しなければいけない、経済にマイナスのことをしなければならないという、大変厳しい状況でありまして、そういう意味におきましては、今までかつて私たちが経験したことのない状況なんだろうと、大恐慌を例に挙げられましたが、あの時には需要を作るという政策を展開をしたのだろうと思いますし、あの大恐慌の時にはですね、日本は、いわゆる高橋惠清大蔵大臣がですね、大胆な金融財政政策を取り、日本いち早くその不況から脱出をしていくのでございますが、今回はまずこのコロナウイルスの感染拡大を収束させなければですね、この回復の道筋が見えてこないという状況にありますから、より一層厳しい状況、じゃあそれまでにですね、回復をしていく上においては、各事業者がですね、雇用を守り、需要を継続していただかなければならないわけでありますから、そのために政府としては、今までにこの前例のない対応を取ってですね、そうした需要を継続していく方々をしっかりと支援しながら、雇用を守っていきたいと思っております。委員長。現場光一郎君。IMF によるとですね、1929年から32年までで、世界全体の GDP は約1割減少したということのようであります。で、今回もずっと読んでいくと、IMF はこの2年間で9兆ドル GDP が減るだろう。9兆ドルということは、今、世界全体の GDP が約90兆ドルですから、同じように1割なんですね。ということは、これ、瞬間的には強行、そういうことも言えなくもない、不況、あるいは危機、あるいは強行、そういうような認識をお持ちですか。安倍内閣総理大臣。今までの経済的な事象と違うところはですね、今の状況で、例えばそのまま経済活動をしようとすれば、健康、あるいは命に関わってくるという状況があるわけでございまして。直ちにですね、景気刺激策を打てば効果が出るという状況では残念ながらないわけでございまして、フェーズを分けて考えなければならないんだろうと思います。その中において、まさに先に、なかなかですね、今の段階で展望が開かれていないという状況ということにおいてはですね、むしろかつてのこの、もちろんリーマンショックの時はそうでございますし、大恐慌の時よりもですね、ある意味では精神的には厳しい状況になっているんだろうと、こう思うわけでございまして、その意味におきましては、まず第一のフェーズにおいては、しっかりとこの感染拡大を収束させる、その間ですね、しっかりと経済、雇用、需要をですね、支えていく、そして、この収束が視野に入ってきた段階においてはですね、しっかりと
この経済を V 字回復させていくという政策を進めていくということではないのか、このように考えております。委員長。現場光一郎君。ある意味、大恐慌の時よりも精神的には厳しい状況ではないかと、こういうお話でもありました。確かにおっしゃるように危機はいつも違う顔でやってくるようなところがきっとあるんだろうと思います。ですからリーマンショックとも大恐慌とも違うと思うんですけれど、ただ歴史を押さえておく必要というのはあるのではないかというふうに思ってまして、先だって、通告をして、おきましたけれども、総理としてあるいは日本政府として、この1929年から32年の世界大恐慌の教訓というものをどういうふうに見ておられるのかということについて、お答えいただければと思います。安倍内閣総理大臣。この大恐慌についてはですね、まさにこれはもうご承知のとおり、米国の株価の下落に端を発した金融危機によってですね、急激な信用収縮が起こったわけでございまして、世界の経済活動が大幅に縮小したことで発生をしたものでございます。我が国においてもですね、当時深刻なデフレ不況に陥ったのでありますが、当時の政府、先ほど名前を挙げました高橋是清大蔵大臣、ちなみに日本銀行の下関支店長も務めた人物でございますが、積極果敢なですね、財政金融政策によってですね、まさに大胆な金融政策、大胆な財政政策を行い、いち早く不況からの脱却を達成したわけでありまして、今回のウイルスによる経済への影響は、その性質はですね、こうした金融危機とは先ほど申し上げましたように、性質は異なるものでありますが、思い切った財政金融政策を適切なタイミングで行っていくことが重要だろうと、適切なタイミングということが極めて大切ではないかと思っております。委員長。現場光一郎君。私も、IMF の報告が出てからですけれど、この種の文献をたくさん、せっかくなので、読みました。なんで起きたのか、いろんな説があるようでありますけれど、やはり主な原因は信用の収縮ということなんだろうと思います。ただもう一つだけ、言いたいんですけれど、あの時のアメリカのですね、フーバー政権の評判は散々です。何もしなかったとこう言われているわけでありますけれど、よくよく調べていくとですね、決して無策ではないんですね。当時の実施主体である地方政府に対して、連邦政府、地方のですね、政府に対して、公共事業をやらせたりですね、救済事業をやらせたりですね、金利の引き下げとかをですね、させているんですね。ただ、なんでダメだったかって言ったら、やっぱり事態を甘く見たっていうことなんじゃないかと思うんです。甘く見て、不十分な対策だったということなんだろうと思うんです。で、私は今回のやり取りで、安倍総理がかなり厳しい、現状認識をお持ちだなとは思ったんですけれど、ただ、少なくともね、この補正予算を出される時の考え方、少なくとも当初案を拝見する限りにおいては、私は同じようにね、事態を甘く見てたんじゃないかなっていうふうに思いました。やはり当初案は質量とも不十分だったというふうに思います。事態を甘く見すぎていたのではないかということは申し上げておきたいと思います。そして麻生元総理、金融も担当されておられるわけでありますが、これから日銀が資金を大量供給していきます。今はまさに貸し出しをどんどん増やすべき時だと思います。他方で今までの既往債務もありますので、おそらく不良債権の問題が、この問題、つまりは感染拡大が長期化するとですね、出てくるんじゃないかと、そうなったときに、銀行どうする、資本注入するのか、再編するのか、そういったことも含めて、この金融のシステミックリスクにですね、どう立ち向かうのかということについて、覚悟をお伺いをしたいと思います。麻生金融担当大臣。今、ご存知のように、失業によって、例えばアメリカのように、1000数百万人の失業手当が一挙に出ましたとか、いうようなことにはなっておりません。0.1
失業率、有効求人倍率、いずれもそんなもんです、数字がこの1ヶ月で。また今言われましたように企業が一斉に解雇というのも雇用調整助成金いろいろまだ問題がありますけれども、そういった方っていうのは失業が出てきていないということもありますんで、我々としては銀行に対しても企業が引き続き雇用を維持できるような状況にしておいてもらいたいということで、まあ10分の9負担しますとか100万円だ200万円でいろんなことをやらせていただいておるんですけれども、今の段階で銀行がそれに民間の金融機関が無利子無担保で等々でやらせていただいているということを今やらせていただいている今の段階において、日本の金融機関は世界の中で見て相対的には極めて健全なところにあるはっきりしております。少なくとも大銀行でまあ、リーマンの時に行きますと、あの時その前の97年のアジア通貨危機の思うと分かりやすいと思いますけれども、あの時七たる銀行ほとんどなくなりましたから、今昔の名前で出ていますので、銀行は3つか4つしか残っておりません。そういったような状況になるというような状況ではありませんで、今ある銀行もあの当時自己資本比率 0.7%、そうですね、今11ぐらいだったものは今自己承認で18ぐらいまで上がってきてると思いますが、まず世界で1、2争うぐらいの内容に上がってきてると思います。でこれから先さらにどうなっていくか、ちょっとこのコロナ次第で何とも申し上げられませんけど、今の段階で厳しいという段階にあるものはございません。あの賃金はどうなるって、多分福島の含めていろいろ地銀のことも言われると思いますけれども、地銀につきましても私どもはそれを見越して、コロナになります前から地方銀行は低金利また人口減等々によっていろいろ問題があっておりますので、そういったものに対応をできるべくいろいろなルールを変えたりいろいろな形をやらせていただいておりますので、今の段階でということを差し迫って今すぐということは思っているわけではありませんけれども、銀行という金融機関が止まりますとこれは全てのものに影響しますので、そういったものになったらならないように私どもとしてはきちんと対応していかねばならんと確保しております。委員長。現場光一郎君。はい、あの金融は後で前原さんがおやりになるということで、ございますので、目の前の切羽詰まった問題を取り上げたいと思います。やはりあの夏くらいからですね、中小零細企業を持ちこたえられなくなるのではないかという心配が、まずいたしますので、その問題からなんですが、ちょっとパネルをお願いいたします。このパネル、多くの方がご存じだと思いますけれども、ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授の5つの提言ということで、この新型ウイルスと向き合うための大事なポイントを簡潔に分かりやすく示していただいているというふうに思います。まずこの提言4の適切な補償といった問題を取り上げたいと思います。先ほども枝野さんが取り上げておられました。この適切な補償の問題でありますけれども、やはり自粛要請に伴って、多くの零細企業、中小企業、中堅企業、傷んでおります。これに対して、総理は損失を税金で補償するのは難しいと、こういうふうにおっしゃっておられるわけです。ちなみに、原発事故の時は私、与党の政調会長でしたけれど、1.8 兆ぐらいかけてですね、あの時は賠償のスキームを作ったんですが、今回、難しいと。いうことであります。で、私なりに解釈するのは、全国的に起きていることなので、学的にも大変だということなのかなというふうに思いまして、それに代わる補償的な措置ということで、持続化給付金というものもある種あるのかなというふうに私は考えているんですけど、そういう理解でよろしいですか、総理。安倍内閣総理大臣。原発事故のときにはですね、のスキームについては、これは東電の事故でもあり、東電が入った形でですね、ああした補償のスキームができたんだろうと、こう思っておりますので、今度のこととは少し性格は違うと思っておりますが、
まあ、今回の、まあ、保証につきましてはですね、今ご紹介いただいたように、どこかの、まあ企業、あるいは事業者に対して、休業要請をしたことによってですね、出た損害について、その損害を補填すると、補償すると、全額補償するということをやっている国は、これ、どこにもないのでございますが、しかし、今回、我々そうして休業によってですね、大変売上が減った、収入が減ったところだけではなくて、いわば今回の事態によって、大きく売上が減少したところを事業者を幅広く対象としてですね、今回の持続化給付金を給付するということにしたわけでございまして、金額については固定費である地代家賃などの平均6ヶ月分に相当する金額を参考にその負担を軽減する観点から中堅中小企業には200万円、そしてフリーランスを含む個人事業者には100万円を上限に給付することとしたところでございます。当然、事業者の皆様はですね、多様であり、それぞれが置かれている困難もさまざまであると思いますし、地代についてはこれ平均で申し上げておりますので、これ東京と例えば山口県や福島は違うんだろうと、こう思うわけでございますが、重要なことはですね、首都に制限ない現金をお手元に、まずはお届けをすることであろうと、こう思っておりまして、予算成立の翌日から申請受付を行い、直ちに開始し、早ければ5月8日にもですね、事業者の皆さんへ給付を開始することを目指して、スピード感を持って対応していきたいと思います。委員長。現場光一郎君。ちなみに原発事故の場合は東電ですけれど、最終的には、東電の電気代なんですけれども、ただ実質、税金でですね、穴埋めをしていくスキームだったわけです。あの時、そういうスキームを作って、現実問題福島県の企業はもうそれで息を吹き返したというふうに申し上げて過言ではないと思います。で、今回ですね、山中教授も適切な補償と言っていて、尾身先生も、専門家会議の副座長の尾身先生も、自粛要請と補償はカップルだとしています。これ、総理ね、提言なんですけど、もう持続化給付金っていうのを作られたわけです。で、私の提言は、もうこれを活用するしかないなと思ってるんです。で、今回はもう200万、100万と、それぞれ配っていただいて、おそらく、影響が長引けば、もう一回給付をせざるを得なくなるのではないかと私自身は思ってます。そのときに、これね、数億円も損失出しているような中小企業、零細企業、いっぱいあります。これは融資でなんとかしろっていうことかもしれませんけど、やっぱ融資は借金ですから、良質なところほどね、もうこの際整理しようかっていうところ、多いですよ。これはもう一回配ろうっていうときに、上限を引き上げたらいいと思うんです。全額とは言いません。東電の時のように、原発賠償のように全額とまでは言いませんから、なんとか企業がですね、力が出るぐらいの額に、上限を200万からですね、引き上げて、損失の額と規模に応じて出していくと。これ、200万で足りる零細企業もありますよ。小規模事業主もいると思います。だけど、かなりの企業が足りません。スズメの涙、失礼かもしれないけど、そう思ってる企業が多いのも事実なんですよ。ですから、これ、具体的な、現実的な提案だと思ってるんですけど、次給付するときに上限を引き上げる、これ、ぜひ検討していただけませんか。安倍内閣総理大臣。今回の休業要請等、自粛等、お願いをさせていただいています。で、そしてそれには、休業をすることによって出た損失について、補償しないかり、そう簡単に聞いてくれるところはないのではないかという議論がございましたが、しかしその中でもですね、この今、この日本全体の盛り場の営業状況を調べておりますが、多くの地域で大体1割まで減っているわけでございまして、営業自体がですね、9割の方には、それなしでもご協力をいただいていることを本当に感謝申し上げたいと、こう思う次第でございますが、その中で売り上げがゼロになるところもたくさんあるわけでございまして、そういうところ、そういう事業者等々については、先ほど申し上げましたように、この100万円、
200万円のですね、持続化給付金でご支援をさせていただき、また個々人については10万円の給付金を出させていただいているところでございます。で、これ事業に見合ったこの補償ということについてはですね、これはもちろん先ほど申し上げましたように、そういう補償をしているところはもちろん世界中にはないのでございますし、できる限りの支援はしていきたいと思っておりますが、その中で、確かに借金に借金なのかというお話でございましたが、ただ、この無利子無担保、5年間据え置きという条件というのはですね、非常に特別な条件と言ってもいいんだろうと、手元の流動性をしっかりと確保することができるわけでございますし、税金や社会保険料もですね、延納していただいて、そしてその延納に対するですね、この延滞金等というものは一切これ要請もしないのでございます。また当然ですね、収入が減額した方々に対しては、来年においてはですね、還付等々も起こってくるわけでございまして、しかしその上で、この事態がですね、長くなれば、先ほど申し上げましたように、平均で半年ということで申し上げたわけでございまして、それがどれぐらい進んでいくのか、事態がですね、またどれぐらい長期化するかということをよく見ながら、これはもちろん、最初に申し上げましたように、需要を継続していただかなければならないわけでありまして、それこそ日本経済のエンジンでありますから、そこを破損させてはならないと思っております。そういう状況がですね、起こるということになればですね、これはもう、躊躇なく、間髪を入れずにですね、対応していきたいと思っております。委員長。現場浩一郎君。これ本当に良質な業者、おっしゃるようにね、休業要請の対象になってないところも多いんですよ。そこと取引をしている業界とかですね。で、非常に良質なところが、実は途端の苦しみを味わっていて、でも原因は彼らにあるわけじゃないんですよね。彼らは何の間違いも犯してないと。それなのに畳まなきゃいけないっていう状況になる可能性が極めて高いです。だからこれからの追加給付に含みを持たせたようなご答弁でしたけれど、その時にもう一工夫、要件を若干緩和していくとか、上限を引き上げるとかね、そのことをぜひ頭に入れていただきたいなというふうに思います。次に提言3の検査体制の強化の問題と、提言2の感染者の受け入れ体制の問題にいきたいと思います。この検査の話はですね、もう言わずもがなになっていて、多くの方がもう指摘をしています。もうドイツの15分の1、人口が日本よりもっと少ないドイツですけれど、15分の1だと。なんでなんだと、さっき聞かれたら、厚労大臣、いろいろお答えになられてました。初動の間違いもあったのかもしれませんよね。つまりは、やっぱり全員を入院させるっていうことになるから、ベッドが足りないと。私、埼玉のね、保健所の所長さんが、病院があふれるから検査しなかったっておっしゃったのは、その通りだなと思っていて、私の知り合いの保健所の所長も同じこと言ってました。病院がいっぱいになっちゃうから、検査を実は抑制してきました。だから、軽症者とか無症状者のための宿泊療養施設を用意するから、検査しようねって、その方に私、言ったんですね。で、そしたらなんて言ったかっていうとですね、実は県は、その準備をとっくに始めたと。始めたらば、これ本当の話なんですけどね、厚労大臣、厚生労働省から、あんたのところはあんまり出てないから、陽性患者が、まだ早いって言われたって言うんですよ。これね、やっぱり厚労大臣はそう思ってないかもしれませんけど、少なくとも担当者には伝わってませんよ、こういった問題、すごく大事だと思います。ですからね、そこはある意味、リーダーシップの問題だと思う。同時に、感染者用、ごめんなさい、軽症者とか無症状者の、宿泊療養施設を今、あちこちでそれぞれの都道府県が用意してますけど、単価も示されてないらしいですね。つまり、宿泊ホテルに対して、1人いくらで、お願いするのか、1人8000円なのか、4000円なのか、5000円なのかで、受け入れる側は考えちゃいますよ。まだ示されてない、
これ、本当ですか。厚生労働大臣、加藤勝信君。最初のお話なんですけれども、ただ埼玉県で確かおっしゃったと思います。あと僕の知人のね。知人はおっしゃってなかった、ごめんなさい。私どもかなり逆に宿泊、例えばホテル等、こういうところありますよということで、積極的にですね、これはやらせてきていただいてますし、それは徹底させていただいていると思いますけれども、実際今、30数都道府県において、これをすでに実施をしたり、準備を始めているということでありますから、その中にはもちろん、そんなに感染数が多くないところからもですね、今の段階から重症化することが増えることを前提にですね、そうした療養型の宿泊の療養といったことについて、今、対応していただいている、むしろそれは我々の方からもそういうお願いをさせていただいていることであります。で、今のお話は今回の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金して、これを創設してですね、宿泊療養に伴う費用については、国が補助を行う、こういうことにさせていただいて、もうすでにやっていただいているところも、事前に着工していることも対象にしますよということは、お願いをさせて、申し上げているところであります。で、最終的にはこれを交付、これから個々に交付をしていくということにもなりますし、またその際に単価の設定、これは国から補助の上限額について、これは一定の補助基準額、これは設けていくということで、今、中で検討させていただいているところでありますが、個々の実態、すでに実施されているところの実態、これもよくお聞きをしながら、設定をさせていただきたいと思います。現場光一郎。これ、大臣、遅いですよ、やっぱり。先手先手で準備をしなきゃいけない中で、今、単価を決めようとしているというわけですから、これ、どう考えても私は遅いと思います。ぜひね、これ急務なので、早く決めてほしい、あとは今、軽症者用と無症状者のベッドの話をしましたけれど、もっと大事だと思いますが、中等症以上のベッドの確保の問題なんですけど、これも私の出身の福島県の一つの事例なんですけれどね、感染症指定病院で、コロナの患者を受け入れるということになりました。院内感染を防ぐために、48床あるワンフロアを全部開けたんですね。でも、医療スタッフの関係で8床だけ使ってると、残り40床は空回しなんですね。そうすると、何が起きるかっていうと、対前年比で一月で8000万円の収入減だったそうです。なるほどなと思いましたけれど、でも、彼らは自分たちがやらなきゃということで、必死に頑張ってると、これを俗に空床保証と、空の床、ベッドの保証ということだそうでありますけれども、このことについては、やはり厚労大臣、財務大臣、ぜひ十分な手当を間違いなくするということをですね、この場でしっかり語ってほしいと、約束をしてほしいと思いますが、いかがでしょう。厚生労働大臣、加藤勝信君。今の中等症ということでお話になりましたけれども、重症においてもですね、専門性の高い医療従事者を集中的に確保するということが、結果的には効率的な医療提供につながっていく、そういう観点から、病棟ごとや、あるいは一つの医療機関そのものを、いわばこの新型コロナウイルス感染症に特化をしていく、そういったことの考え方を示しをさせていただいて、そういった方向での検討をお願いしております。そういった中で、今、委員ご指摘のように、感染症というこうしたものに対応するためには、それだけに医療スタッフを集中的に投下しなければなりません。したがって、これまでやってた病床数を減らして、例えば今、20おっしゃったかな、例えば48を8とか、例えば20あるものを7とか8とか、そこに集中をして、そしているスタッフをそこに集中をする、そうしたことも踏まえたことで、この間ですね、特定集中治療室管理料等を算定できるようにして、実質、そうした本来一番高い形の管理をしている、そこを倍増させていただいてですね、そうした集中をすることに伴う医療スタッフの状況、そうした集中をすることに伴って生じる費用の負担が
賄えるということ、これは医療関係者ともよくご相談をさせていただきました。まあ、さらには今回の感染症のリスクもありますから、まあ、そこも含めた加算もこの診療報酬でやらせていただきました。まあ、そういったことを含めて先ほど申し上げた集中をしていく、こういう流れを作ると同時に箱物の整備としてもですね、人工呼吸器とかエクモの整備等、こうしたハード面も含めて今回の緊急経済対策で創設したこの緊急包括支援交付金、これによってですね、しっかりと支援をさせていただきたいというふうに思っているところであります。現場光一郎君。まあ、頑張っているところがですね、バカを見るみたいなことには絶対にならないように、今の厚労大臣 の、 お話は要は先ほどのような例、つまり48床あって、まあ、医療スタッフがあまりいないので8床に集中して40床は空回ししていると、こういう空回している分は財源的な手当をする、そういう意味だというふうに考えてよろしいですか。厚生労働大臣加藤勝信君。空回しというか実際その残りのベッド数は使いませんので、そこも勘案してその8床なら8床、10床なら10床の診療報酬法ですね、倍増させることによってトータルとしてのですね、そうした集中にかかる費用を賄っていく。でこれは先ほど申し上げたように、それぞれの医療関係者からだいたいどんな具体的にどういうふうにやるのかを聞きながらですね、設定をさせていただいたこうした診療報酬の水準であります。院長。現場光一郎君。私、診療報酬を倍増しただけでですね、本当にそんな頑張ってる人たちの、まあ、背中を押すというかね、励ますような仕組みになるのかどうかというのは、私はちょっとわからないなと今思っていますね。ただこれから中等症以上のベッドを確保する上では、そういう仕組み、空床保障のような仕組みが極めて大事だと思います。そうじゃなかったら手を挙げないと思います。しっかりそういった仕組みをですね、整えてもらいたいということを申し上げたいと思います。そして、提言後のですね、ワクチンと治療薬の開発に集中投資をということも、山中先生はおっしゃっておられます。でこれはですね、今も治療薬についてはアビガンやレムデシビルのことはですね、先ほど午前中もですね、予算委員会で議論になりました。で私ワクチンの方なんですけど、司祭に見たんですけれど、なんか3つ今開発していて、その3つについている予算がですね、あまりにも少ないんですね。私はこういう非常時っていうのは、まあ、安全性に留意しながらもですね、非常時ゆえに思い切った開発費の支援を行うべきだというふうに思います。まあ、空振り三振でもいいから、見逃し三振はするなということだと思います。率直に言って、数億円の支援でですね、1ヶ月、ワクチンの開発が早まるなら、まあ、それが効くという前提ですけれど、それはもう多くの人の命も救われるし、それは数兆円のおそらく経済効果じゃないかなというふうに思うんですね。こういうところに絶対やはりケチケチしないということが大事だと思います。打足かもしれませんけど、医療用マスクとかね、ガウンとかが足りないって言って、国内の製造拠点に補助を出してますよね、3分の2とか4分の3とか。私、自分だったら10分の10出すなと思いますね。10分の10出して全部買い上げるって言った方がやっぱり良かったと思うんですよね。これこんなところでケチケチしない方がいいと思うんですよ。やっぱり必要なところにはきちっと出すということをやってもらいたいのと、これ最後はですね、やはり審査を、まあ、治験と審査、治験と承認と両方あると思うんですけど、この期間を短くするっていうことにはやっぱり官僚はですね、こう逡巡するっていうか、慎重になるっていう側面は、この間の薬害エイズの問題とかありますので、どうしてもそういうところあると思うんですね。やっぱりここは、何があっても政治家が最終的には自分が責任を取るということをはっきり示しながらですね、この問題に当たってもらいたいと思いますが、総理、いかがですか。安倍内閣総理大臣。新型コロナウイルス感染症をですね、収束させるためには、治療薬とですね、ワクチン、
が必須であろうと思っております。そのための予算につきましてもですね、今回の対策の第1弾、そして第2弾によってですね、例えば第2弾においてワクチン開発の支援が100億円、そして産学官連携による治療薬等の研究開発のための英明堂への出資が200億円ということになっております。現場に対してはですね、まさにこれはお金に糸目をつけずにですね、またセピ・ガビにもですね、ご承知の世界的な国際社会でワクチンを開発するということにおいてですね、セピにも出資をしているところでございます。だいぶこの有力候補も出てきております。国内においては3つ、東大、そして阪大、また国立感染症研究所ですか、3つのこの今、開発が進んでいるわけでございます。また塩野義においてもですね、この開発が進んでいるということを聞いているところでございますが、しっかりと支援して、一日も早くですね、これは世界の英知を結集して、日本が作るということだけではなくて、世界の英知を結集してですね、一日も早く、この有効なワクチンの開発に、このたどり着きたいと、成功したいと思っております。委員長。現場光一郎。これ、総理、輸入はあんまり当てにしない方がいいと私は思っていて、やはり国産でしっかり開発すべきだと、そのためには開発費支援を惜しまないと、しかも早くつけるということが大事だと思います。最後に、この新型ウイルスについてのですね、偏見と差別が蔓延している問題です。新居浜でトラックドライバーの保護者がですね、感染拡大地域を行き来したというだけでですね、お子さんに自宅待機が求められて、入学式とか始業式に出れないという事態がありました。私、原発事故の時に福島県外に避難した子どもたちがいじめを受けたことを思い出して、本当に、心が痛む思いがいたしましたけど、これ、総理にぜひ申し上げたいんですけど、総理がいろいろメッセージを国民に語りかけるときに、きちっとこれを言ってもらいたい、で、そのときに、コマーシャル見てもそうなんですけど、医療従事者への偏見と差別はやめようって言ってるんです。だけど、感染者とその家族のこと言ってないんですね。これね、感染者と家族への偏見、差別がなくならないと、検査を嫌がる人が出てくると思います。差別を受けるということで、これ、すごくよろしくないので、ぜひ総理ね、これからことあるごとに、ご自身でメッセージ出されると思います、ぜひ自分の言葉でこれからおっしゃってもらいたいと思うんですが、その時にこのこともきちっとですね、短い言葉で語ってほしいと思いますが、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣。かつて、福島原発事故においてですね、福島県の方々に対する言われなきサービスがありました。また今回のですね、新型コロナウイルス感染症で、罹患した方々、あるいはその家族に対して、許すことのできない差別があるというのも事実であると、これは恥ずべきことであろうと、こう思っております。誰もがですね、この感染症を感染する恐れがある中で、まさにみんなで協力して乗り越えなければならないわけであります。今月の4日から政府広報においてですね、テレビスポット CM で新型コロナウイルス感染症について正しい情報により対応すべきことなど、人権への配慮を呼びかけ、不当な差別偏見を防止するための取り組みを行ってきたところでありますが、おっしゃるようにですね、日本においてはこんな差別はないということを世界に胸を張って言えるように、我々も全力を尽くしていきたいと思っております。現場光一郎君。はい、これで終わりますけど、コマーシャルはできればチェックしてもらいたいんですけど、医療従事者等への差別偏見なくしましょうなんですよね。やっぱり直接きちっと感染者およびその家族も入れた方がいいと思います。以上です。どうもありがとうございます。この際、大西健介君から関連質疑の申し出があります。枝野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。委員長。大西